こんにちは。今日は2月3日、日本でいうと節分です、リトアニアで昨日昨晩恵方巻きを食べた森本です。今日の動画は、自分で考えて答えを出せるようになる人っていうタイトルで出してみようかなと思ってます。めちゃくちゃ偉そうだなって思うけどお許しください、この動画出そうと思った理由は、昨日自分が退職するまで、そして退職した後仕事をするっていうところでお話しさせてもらったと思うんですけど、そういうふうになった原因って何なのかなとか、どうやってやってきたかなっていうことを考えた時に、自分がね、こう学生時代に行ってた塾のことを思い出したので、そのことをちょっと動画にしてみようかなと思いました。その塾っていうのは、僕は高校生3年生2年生の終わりぐらいから、違うな、3年生ぐらいか3年生から行った時の話なんですけど、僕はあんまりそれまでね、塾に行ったことがなくて、高校3年生になって、ちょっと受験シーズンだし行ってみようかと、特に志望校も適当に決めてたくせに、塾に行こうかなと思って塾を探してました。でその時は、みんないろんな塾に、有名な塾とか行ってたんだけど、どうも楽しそうだなっていう気持ちもあったし、ちょっと行ってみようかなっていう、そういう軽い気持ちで塾を探してました。で僕が探した塾っていうのは、たまたまなんかいいよっていう子がいたんで、じゃあ友達と行ってみようっていうことで、その友達と一緒に見学にまず行ったんですね。でそこの見学に行ったら、まず入り口でめちゃくちゃなんか古舘伊知郎みたいな顔した人、古舘伊知郎って知ってるかな、そういう人が立ってて、なんだみたいななんかすごい高圧的に入ってきて、いきなりなんだみたいなこと言われたんで、いや塾の見学に来ましたって言いました。そしたら、開口一番、そもそも俺は友達と一緒に来るようなやつは好きじゃないみたいな、そういうこと言われて、来るんだったら一人で来いみたいなことを言われたんですけど、じゃあそんなに言うんやったらお前見学させたるわみたいな感じでとりあえず入れてもらいました。そこは数学の塾で、他にも英語とか理科とかもやってたんですけど、基本は数学の塾でした。でその中に入ったら、どういう授業をするかも全然知らなくって、成績良くなるのかなとか。でその時僕自身はそんなにめちゃくちゃこう数学ができなかったわけじゃなくて、どちらかというと得意な方に入ってたんだけど、どうだろう、偏差値でいうと50代中盤とかそれぐらいだったと思います。でだから別にそんなに僕はできない方じゃないぞっていう気持ちで入って、で授業を受けてみたら、そのまずなんか紙を配られたんですね。人数はだいたい30人ぐらいのクラスで一部屋にまとめられてて、で紙を配られて、その紙見たら、そのどこどこ大学とかっていう有名な大学の名前が書いてあって、その問題を解けっていうふうに言われました。で配る時に、なんかちょちょっと、これはこういう考えであって、こういう考えであって、こういう考えでやるんだぞみたいなことを言われただけで、なんか説明してくれるのかなって、こうやってずっと机に座って待ってたら、何にも言ってくれずにそのまんま解けみたいな感じで始まりました。よくわかんないから僕もそれでずっと待ってて、みんなガーってこう書き始めるし、で僕もちょっとやろうかなと思ったんだけど、全然わかんなくて、なんじゃこれみたいな、でもわかんないなーとかって思って、ずっとぼーっと待ってたんですよね。そしたら10分経っても、20分経っても、30分経っても、何にもこう言わずに、 できた人から順番に、その先生が教室の隅っこに座ってるんですけど、その隅っこに持ってくんですね、その紙を持って、回答を書いたやつを。で持ってって、先生がよしとかって言うと、またなんか次の新しい紙をくれるんですね。で僕それ見てて、おー、みんな解けるんだとかって、まだその時はそんな感じだったんですよ。でそしたら、だいたいね、4問とか5問ぐらいの紙を渡し終わって、解けた人は順に帰ってくるんですよね。で僕まだその時は結構経てて、2時間ぐらい経ったと思うんですけど、夕方5時とか6時ぐらいに入って、8時とか7時とかになってて、いや全然何にもすることないなとかって思って、ずっとひたすら座ってて、そしたら大体どうだったかな、初めて行った日は9時とか10時とかそれぐらいだったと思うんですけど、それぐらいまでもう実質4時間5時間ぐらいずっと紙を1枚目の前にして座ってるだけで、で結局みんな帰ってって、ほとんどみんなできて、で僕とその時に入った子だけが残ってたんですね。何回か確か、できないなりに解いて持ってたと思うけど全然ダメで、そしたらなんかもうこれはいつか助けてくれるのかなと思って待ってたんだけど、全然何も言ってくれなくて、10時とか11時ぐらいになったらようやく声かけてくれて、今日はこれぐらいで許しといたろうみたいな、
でまたお前やる気があるんやったら来いみたいなこと言われてやる気も何もやる気はあるけどなって思って、で一旦その日は帰ったんですね。で次の日学校、同じ学校の子だったんで、その塾に一緒に行った子はで話しててどうするみたいなこと言われたんで、いやもうなんかめちゃくちゃ腹が立つなと思って、なんだあの偉そうな態度はって思って、でなんかいや僕行くよみたいな言って、でその子はなんかもう辞めるって言って、なんかあそこ別に何の役にも立たないし辞めるよみたいなこと言って、でその子は行かなくなって、僕はまたその何日後か分かんないけどすぐ後にまた行ったんですね。したらなんかまた玄関に立ってて、お来たかみたいな、バカがみたいなこと言われて、なんちゅう年やつやって思って、でもなんかその日もまた同じように前回と同じように授業が始まって、で紙配られて、でまた全然分かんなくてっていうのをしばらくね、なんかどうですか1ヶ月ぐらいか分かんないけど続けてて、まあ、たまに解ける問題があったり、たまになんかその軽く説明解説というかこういう考えでやるんだぞみたいなことをちょろっと言ってくれて、あなるほどとかって思って思いついてできたりとかしたことがありました。でね、結局その塾ってめちゃくちゃみんな頭がいい子が集まってて、僕はなんか自分でそんなにできない方じゃないぞって思ったけど、みんなめちゃくちゃ頭いい子が集まってる塾で、まあ、僕なんて本当にそのクラスで最下位ぐらいの感じでした。でね、こうただたまにこうできた時ってすごい嬉しくって、なんかひらめくんですよね。急にもうなんか2時間も3時間も見てると苦痛でしょうがないから、もうなんとかないのかな方法とか、もうちょっとたまに人のやつとかでこうチラッとカンニングとかしたりなんかするんですけど、でもやっぱりこう書いた答えが正しくその導かれてないと、店に行った時にここもちょっとお前しっかり解説してこいみたいな感じで跳ね返されて、でダメだったりとかして、でもそれでもなんかできた時に次紙もらうのがすごい嬉しくって、よしみたいな、はい次やってこいよ早くみたいな言われるのがすごい嬉しかったのを覚えてます。で、まあ、この動画の趣旨としてね、どうやったらこう勉強できるようになるのかとか、どうやったら考えれるようになるのかってことでやろうと思ってるんですけど、どういうことかっていうと、結局ねこう考えることをしてなかったなっていうふうに途中、まあでもこれ終わってからだと思うんですけどね、その卒業してからだと思うんですけど、そういうふうに思うようになりました。普通の塾とか家庭教師とかやってると時間が決まってて、その時間の中で終わらせようと思うから、できてない子とか分かんない子がいるとついつい教えちゃうんですよね答えを。で僕も自分で家庭教師したことあるんですけど、まあ予定のところまで進まないっていうふうに思うと、まあ時間が無駄になっちゃうからって思って、ついついこうやり方をサポートしたりとか教えたりとかするんですよね。でもね、なんかそれって実はそのやってる子のためになるんじゃなくて、教えてる人の都合だなっていう風に思ったんですよね。僕がその塾にいる時はもう本当に鬱陶しいなと思って、その先生早く教えろよとかって思ったんですけど、ずっと待ってるんですよね。ずっとなんかもうその時は教室でこうタバコパーって吸いながら、なんかニヤ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 こっちを見て、まだできんのかみたいなバカにした顔して見てるんですよ。でももう本当にその時は辛いなって思ったけど、やっぱりね僕よりも待ってる人の方が辛いと思うんですよ。その人めちゃくちゃこう数学もちろん先生だからよくできて、答えもすごいクリエイティブなこう解き方をする人で、で知ってる人が知ってない人のできるのを待つっていうのは相当辛いなって思って、だから僕はこう今だから思うんですけど、こうできない人ができるまで待っててくれるっていうのは本当に優しいなって感じました。でそれ以降僕はそのまあ、分からないこととか自分ができないこと、まあ、昨日お話ししたその卒業じゃないわ、退職してから自分で仕事をするときにどういうふうにしたらいいのかなっていうのが分かんなかったときに、その何か答えを見つけようとかしてるんだけど、誰かにこう答えを聞こうっていうことはしなかったような気がします。それがこううまくいった秘訣なのかどうかはまあ分かんないですよ。他の人がどういうふうにやるか分かんないから、自分が正解だとは思ってないけど、僕自身はそれがうまく働いたんじゃないかなっていうふうに思ってます。わからないときにどういうふうにしたらいいのかってことを自分で考えて、で考えて考えて考えてやって、でまた違ったらまた違う方法を考えてっていうことが訓練できてるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。もちろんその他の科目については暗記したりとかその反復練習とかすることによって身につくこともあるけど、
ことその数学について言うと、結局自分で考える力とかその導き出す考え方ができないと応用は絶対できないと思うし、そういうことができるようになると数学以外にもすごい役に立ったなっていうふうに今は思ってます。まあその塾ね、本当にいい塾だったんだけど、もう人権無視も甚だしいところで、その席とかも成績順にこう並び替えられて、僕はもちろん一番後ろの方だったんだけど、その席替えテストみたいなやつがあって、席替えテストをする時とかも僕だけその紙配られる時に、なんかもう紙をくしゃくしゃにされて、バーってくしゃくしゃされて、こうやって投げられて、お前は紙を広げるところからスタートしろみたいな感じで言われたり、僕3年生だったんですけど2年生の授業にも一緒に出ろみたいな感じで言われて、2年生の中に入ってやったんだけど、それでも全然2年生にも勝てなくって、もうみんなじゃん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 解いてってみたいな。でもう本当にね、マックスどうなんだろう、遅い時は多分夜中1時とか2時とかもあったと思うんですけど、それぐらいの時間になっても全然こう返してもらえないところで、もうそろそろ行ってくれるかなと思っても、なんか隣に布団あるから今日泊まってけるぞみたいな絶望的な発言をされたりとかして、本当に今思うとよく我慢してくれたなっていうふうに感謝してます。まあもちろんね、その送り迎えは遅くなったりとかすると、その母親とかにしてもらったんで、それも本当に感謝してるし、まあよくあんな地獄みたいなところにいたなと思うけど、今は本当にことあるごとにその時のことを思い出して、なんか自分で考えてその答えを出してみて、でダメだったらもう一回こう考えるっていうことができるようになったんじゃないのかなっていうふうに考えてます。今ね、その受験とか、まあ、最近センター試験、今ちょうど受験シーズンだと思うんですけど、まあ、これから受験する人も含めて、自分でこう勉強をね、仕方が分かんないなとかっていう人もいると思うし、まあ、あのついつい答えをね見た方ができた気になると思うんですけど、本当にその、まあ、限りある時間の中でできるようになる近道っていうのは、まあ、考える癖をつけることなんじゃないのかなっていうふうに僕は考えています。まあね、勉強方法僕がねすごいできてるわけじゃないし、まあでも結果としてそこに入ったおかげで相当その数学の成績が伸びて、この間話したみたいに、その私立の入学っていうのもセンター試験だけで通ることができたし、確かセンター試験は200点満点中197とか198とかだ、1問だけなんか超絶簡単な問題を間違えるっていうことをしたんですけど、まあおかげさまでそのだいぶ成績は良くなったっていうことがあります。いろんな塾があると思うし、いろんな勉強方法があると思うけど、僕のおすすめはその時間が最初はかかるかもしれないけど、自分で答えを導き出せるようになる、ひたすら考える、もうひたすら答えを見ずに考えて、違ったら考える、で答えがない時こそ答えを出そうっていう、そのなんかもうエネルギーが湧いてくるんですよ。もう本当に帰りたくてしょうがなくて、もうねすごかった本当に。たまに卒業生の人とかが先生を訪ねてきて、こうお酒を一升瓶持って教室に入ってくるんですよね、先生みたいな。しかもその先生本名じゃなくて自分のことをドンと呼べみたいな感じで、ドン先生って言われてたんですけどね。でその先生のとこに卒業生が訪ねてくると、よっしゃみたいな、飲みに行くかみたいな、お前ら帰れ、俺は今からこいつらと飲みに行くからみたいなことを言って、なんかねもう本当神に見えましたね、その瞬間。卒業生の人がよく来てくれたみたいな。そういう人が来てくれると急にそのクラスがねもう閉鎖になるんで、本当にありがたかったなって思うけど、まああの辺もいい思い出ですね、僕にとっては。まあ相撲に今日も全く関係ない話をしましたけど、今後ねその YouTube チャンネルをやっていく上でも、まあ、迷いながらできないこともいっぱいあるしっていう状況ですけど、まあ、自分なりに考えて、まあ、皆さんのためにもなるようなことで、自分のためにもなるようなことっていうのを考えながらやっていけたらいいんじゃないのかなって思うので、皆さんもねご協力というかご理解をいただけると嬉しいなと思います。まあいろいろとね本当やっちゃうんで、ああやこうあっちこっちあっちこっちして方針が定まってないなとかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、自分なりに一番いい答えを出したいなと思って考えてやってるので、ご理解をいただけると嬉しいと思ってます。
ということで今日は、相撲の話がほぼ出ませんでしたが、僕が考える相撲ちゃんの森本が考える、数学、特に数学に関する勉強方法と、自分でわからないことを導き出す時の考え方ということについてお話しさせてもらいました。偉そうでごめんなさい。では。